近年、お笑いブームによって様々なお笑い芸人がブレイクを果たし、多くのテレビ番組に出演しています。その中には、男性芸人に負けず劣らず活躍する女性芸人の方々も存在します。男女問わず活躍でき、活気があるお笑い界ですが、その一方、女性芸人に対する容姿いじりが問題になるなど、お笑いに対する考え方に様々な意見も出てきました。今回はそんな容姿コンプライアンスに関するある女性芸人について紹介していきます。しっかしあんたは変な顔やな。顔がくしゃくしゃでルーズソックスみたいになってるやん。そんなしばしはなってないやろ。てか漫才に顔のことは関係ないやろ。彼女たちはお笑いコンビのアジアン。ボケを担当するババゾノアズサさんとツッコミの隅田美穂さんからなる女性お笑いコンビです。M1 グランプリで初の女性コンビでの決勝出場を果たすなど、漫才での実力が評価され、ネタ番組だけでなく多くのバラエティ番組に出演していました。そんな中でもツッコミである隅田さんはその特徴的な容姿から、武士と多くのテレビ番組でいじられ、ふくよかな体型で可愛らしい見た目のババゾノさんと容姿を比較される場面もたびたびありました。そんな経緯があってか、隅田さんは2015年頃、真剣な婚活を理由に、番組での容姿いじりから避けるようにテレビから消えてしまいました。しかし、隅田さんが消えたのには婚活以外の理由があったのです。その真相も含めて解説していきます。いい加減にして、もうええわ。どうもありがとうございました。いやー、今回の漫才ライブめっちゃウケてたなー。ん？どうしたん？元気ないけど。なあ、今回のネタ、私に対するブスいじりをするボケがいつもより多い気がすんねんけど。最初は納得したけど、やっぱり嫌やわ。嫌なんはわかるけど、やっぱり隅田さんのブスいじりが多い方がウケるんよな。ほら、そのいじりがウケてるから今いっぱいテレビに出れてるやん。今後テレビに出続けるには、やっぱりブスいじりが必要なんよ。昔から言ってるけど、私、自分の容姿いじられるの嫌やねん。そもそも私、自分のことブスとか思ってないし。隅田さんはテレビ番組での容姿いじりをかなり嫌がっており、当時今までで一度も彼氏ができたことがなかった隅田さんは、容姿いじりによってブサイクキャラが定着し、彼氏ができなくなってしまうのではないかとかなり不安になっていたそうです。はぁ、今日も番組でブサイクいじりばっかりやったな。こんなんやったらいつまで経っても彼氏できへんやん。おー、すみた、お疲れ。今日も収録、おもろかったよ。しかし、ある記事で見たんだけど、吉本の女芸人のブサイクランキングで、今年も1位だったね。ほんと、お前の顔は芸人として羨ましいよ。あ、お疲れ様です。いつもそうやって私の容姿いじりますけど、私嫌なんです。芸人として売れるために、大阪から東京に出てきて、テレビに出れるようになったと思ったら、容姿いじりばっかり。私ブサイクって言われるために芸人になったわけじゃないんです。隅田さんが所属する吉本興業内の女性芸人の中で容姿をランキングにする吉本別品ブチャイクランキングにて、隅田さんはブチャイク部門3年連続1位という順位を不本意ながら取ってしまいます。一方、相方であるババゾノさんは隅田さんとは対照的に別品部門にて3年連続1位という順位を取っています。同じコンビ内であるババゾノさんがこのようにもてはやされることを、隅田さん自身、あまりよく思っていなかったかもしれませんね。芸人として隅田みたいに容姿が良くないことって本当に羨ましいと思うよ。常に面白いことをやっていかないとダメな芸人の世界で、いじられる容姿があるってことは武器になる。いじられてなんぼっていう感覚でおらないと。もしその感覚がないんだったら、この先芸人を続けていくのは厳しいと思うよ。確かにこの先輩芸人さんが言うように、お笑い界においては容姿を武器にし、
多くの笑いを取っている芸人さんも多数存在しますが、隅田さんのように全ての人がそれを受け入れているとは限らないですよね。そのような経緯もあり、結婚願望が強かった隅田さんはこの先芸人を続けていくかどうかを悩んでいました。話があるって言われてきたけど、一体どうしたん？私、芸人辞めようと思ってんねん。え？急にどうしたんよ？ここまで一緒に頑張ってきたやん。この先、芸人を続けていけばブスって言われ続けると思う。私、ずっと前から言ってたけど、ほんま嫌やねん。この先、容姿でいじられ続けると、精神的に耐えられへんようになりそうや。そっか。でもこの先二人で漫才し続けたいし、私一人じゃ何もできへんって。何言ってんの？あんたは一人でいろいろやってるやん。最近ではピンの仕事もあんたの方が多いし。この前なんかドラマにも出てたやないか。彼氏もおるし。この頃、相方である馬場園さんは、隅田さんに比べ、ピンでの仕事が多く、人気番組であったテラスハウスをはじめ、4本のレギュラー番組に出演していました。また、女優としてドラマに出演するほか、プライベートでは同じく芸人のチャン・カワイさんとの熱愛が報じられるなど、仕事もプライベートも充実していました。周りからチヤホヤされているあんたには、私のことなんかわからんよな。私これから婚活に集中するから、婚活するには容姿いじりが邪魔やねん。もう芸人なんてやめるから。あ、ちょっと、隅田さん。このようなやりとりが実際にあったのかはわかりませんが、テレビ関係者によると、アジアンは芸人を辞めたい隅田さんとそれを引き止める馬場園さんという構図になっていたようで、コンビとして方向性に悩んでいたそうです。ということで、隅田さんには婚活に専念するためという理由のもと、芸人としての活動を一時休止するという形を取らせてもらいます。いいですね。はい。それからしばらく経った後、隅田さんは真剣な婚活を理由に芸人としての活動をしばらく休止し、テレビから姿を消しました。おいおい、隅田さんかわいそうだな。いくら芸人とはいえ、本人が嫌がってるのに養子を譲るのは良くないと思うぜ。隅田さんは立派な被害者じゃねえか。そうですよね。ここまでを聞くと、隅田さんがテレビから消えた理由は養子いじりを避け婚活に専念するためだったと皆さんは思いますよね。ただ、本当の理由はそれだけではなかったんです。じゃあ、一体何が理由だったんだ？それは、隅田さんが数年ぶりに芸能界に復帰し、その後、アジアンとして2人でお笑い芸人のダウンタウンが持つレギュラー番組ダウンタウンナウに出演した際に、馬場園さんの口から明らかになりました。隅田さんの休業理由は実は嘘だったんです。休むきっかけになったのはお酒が原因やったんです。隅田さん、俳優たちと飲み会があるんですけど来ませんか？今日来る俳優さんの一人が隅田さんと会ってみたいって言ってるみたいで。え、俳優と酒が飲めることとかあんの？行くわ。隅田さんは大阪から上京して以来、芸人としての活動を続けていく中で様々な芸能人と知り合う機会が増え、俳優やバンドマンなどといった方々との華やかな飲み会があることを知ったそうです。はははほんま楽しいわ。隅田さん、そんなに飲んで大丈夫なんですか？明日仕事だって言ってましたけど、まだ帰らないでいいんですか？あー、何言うてんねん。明日の仕事とか関係ないやろ。今日は朝まで飲むで。酒持ってこい。隅田さん曰く、そういった俳優やバンドマンたちとの華やかな飲み会はパーティーのようなものらしく、ショットグラスで強い酒を飲むなど少し激しめな内容の飲み会だったことがわかります。その結果、それがまだ来てないねん。電話しても全然出えへんわ。確か昨日、知り合いのスタッフが俳優たちと飲み会に行くって言ってて、確かその飲み会に隅田さんも参加するって聞きました。もしかしたら酔いつぶけて寝てるかもしれませんね。確かにそういえば昨日、イケメン俳優たちと飲み会に行ってくるって自信満々に話しとったな。出番に遅刻するほど飲むってどうなってんねん。飲み会でかなりお酒を飲んでいたためか、
隅田さんは遅刻をしてしまいます。しかもこういった遅刻を一度に限らず何度もしていたそうです。今日はバンドマンたちと飲んでくるわ。ちょっとあんた、明日も劇場で仕事あるねんで。いつも何時までお酒飲んでるんか知らんけど、最近遅刻が多いで。この前なんか13時に劇場の出番があったのに、連絡がついたのが18時ってどういうことよ。これ以上他の人に迷惑かけんねやったら、飲み会に行くのやめや。なんやねん、せっかくの楽しみを潰すんか。あんたと違って私は彼氏もおらんし、日頃のブスいじりでストレス溜まってんねん。そうやって私の唯一の楽しみを奪うつもりか。遅刻やったらもうせえへんから、ほな行ってくるで。芸人としての活動に対し不安を解消するためか、隅田さんは酒にどっぷりとはまり、飲み会に行き続けます。しかも遅刻癖は治らず、多くの仕事で遅刻を繰り返していました。その結果、隅田さんは所属事務所である吉本興業を怒らせてしまうのです。隅田さんの遅刻の件、今まで何度も注意をしましたが、それでも変わらなかったため、会社としてはもう見逃すことはできないという判断になりました。社長も大変怒っており、隅田さんは吉本の全国の劇場を出禁にすると言っております。え、出禁？じゃあこれからはアジアンとして劇場で漫才できへんの？アジアンとして2人での活動は難しいでしょうね。テレビ関係者からも隅田さんの遅刻癖の噂が広まっていて、隅田さんがテレビで活動するのもしばらくはできないかと。え、じゃあ私はこれからどうしたらええの？ババゾムさんは申し訳ないんですが、隅田さんにはしばらくお笑い芸人としての活動を休止していただきます。え？ただ酒による遅刻によって休業するとなると、世間からバッシングを受けてしまいます。なので婚活に専念するという体で休業するということにしましょう。もともと彼氏が欲しいと言っていた隅田さんにとってもそうがいいと思います。そうするしかないよな。わかった。ということで、隅田さんには婚活に専念するためという理由のもと、芸人としての活動を一時休止するという形を取らせてもらいます。いいですね？はい。このように婚活を理由にテレビから消えたという噂の裏側には、隅田さんの酒による遅刻が本当の原因だったという真相があったのです。その結果、ババゾノさんからは腐った性根と言われ、共演者や視聴者からはドン引きされてしまう始末。この番組以降、いくつかの仕事はありましたが、結局隅田さんの仕事は増えず、2021年6月についにアジアンは解散をしてしまいます。婚活に関しても結局は失敗に終わっています。そんな隅田さんは現在芸人を辞め、昔からの夢であった演劇の世界に挑戦をし、舞台女優として活動されています。というのも、隅田さんは宝塚歌劇団好きとして有名で、宝塚への憧れがきっかけになったのかもしれませんね。ずっと嫌だった容姿いじりから解放され、夢だった舞台女優の仕事ができたのは結果として良かったと言えますよね。舞台女優としての活動を期待しましょう。婚活による休業の裏側にはこんな真相があったんだな。仕事をすっぽかすのはさすがに干されても仕方ないような気がするぜ。テレビでの容姿いじりやババゾノさんへの不満がたまった結果、酒に溺れてしまったんでしょうね。いずれにせよ、容姿いじりはやはり良くないと思いますよね。今後のお笑いのあり方についても考えさせられる一件でしたね。確かにな。ちなみに相方であるババゾノさんは現在も芸人として活動しているぜ。女優としてもしっかり活動しているみたいだ。アジアンとして2人で見ることはもうないと考えると少し寂しいですが、それぞれの道に突き進んだお二人を今後も応援していきたいですね。